1分でわかる武蔵丸。武蔵丸は、ハワイ出身の元大相撲力士です。魚体を生かした相撲で、各界のサイボードンと呼ばれました。アメリカ領サモアに生まれます。ハワイ州オアフ島で育ちます。アメリカンフットボールを経験後、スカウトにより武蔵川部屋に入門。ライバル高野波と共に番付を駆け上がります。史上初の外国出身力士による幕内全勝優勝。あけぼのや貴乃花、若乃花の同世代として活躍します。横綱昇進、通算連続勝ち越し記録は歴代1位の55場所、抜群の安定感を発揮しました。朝青龍の台頭の後、現役引退、武蔵川親方として弟子の育成に励みます。腎不全に襲われ、妻から腎臓提供を受けます。武蔵丸の取り組みは今も多くの人の心に残っています。